ラファエル・デ・ソブレモンティ・ヌーニエス・デル・カスティー・リョは、スペインの政治家、リオ・デラ・プラタ副王領の第9代副王である。1754年に、スペインのセビリアの名門貴族の家に生まれた。1784年に、スペイン本国よりコルドバに派遣され、コルドバの総督に就任した。司法制度の改善や公立学校の設立。 鉱山の労働条件の改善などの諸政策を行った。1797年に軍の観察官に選出され、ポルトガルやイギリスの攻撃に対抗できるように、モンテビデオやコロニアデルサクラメントの防備を強化した。1804年4月に国王カルロス4世により、リオデラプラタ副王領の副王に任命された。 1806年のイギリス軍のブエノスアイレス侵攻の際、コルドバへ逃亡したため人々の信用を失った。1807年2月に福王を退任し、1809年にスペイン本国に戻った。1827年、スペインのカディスで亡くなった。ありがとうございます。